はい、ガルカのスペースモンキーズ TV、 やばだ。さあ、寒くです。今日ね、土曜日なんですよね。やっと人気がいなくなったところでタイトルを取ってます。今日はめちゃくちゃ人、プレッシャー高いです。まあ、雨も来たってことで、多少は濁ってますけど、前来た時とそんなに変わってねえぞ。ローライトコンディション。何をやりたいかというと、でかい釣り。でかいルアーの釣り。めっちゃ稼い、そこでも晴れましたけど、とにかくまあヘラコイもいっぱいいる。なのででかい、釣り、ルアーで釣り。で、もう一個は最近沈む虫ルアー、虫ルアーが熱いよって言ったところで、虫ルアーの細かい釣りを主体にやっていこうと思います。一本巡りやるかどうかなんて、これやってみなきゃいけない、わかんないですよ、難しいんでね。でね、もう一個はガンクラフトのスプリングチャレンジはまだ中途半端に3つ残ってる。バリキシャット 3.8 と 5.8 と、あとレッスン、それも進行しつつ、ちょっと要はね、要はフリースタイル、いつも通りの僕の、好きなルアーでやってるフリースタイルですね。まあ、とにかくもうちょっと日にちが済んでくれたらね、企画だった釣りの内容も、一つ一つやっていきたいんですけど、久しぶりの長考ですからね。前回はね、小さいね、ジョインテッドクロー70で釣りましたけど、今回はもうね、虫でかいルアー、そしてガンクラチャレンジ、進めていきましょう。釣れるかからんっすね。レッツゴー。なんかね、情報筋によると大曲の方でニジマスが釣れてるっつって、今ボート屋さんのあんちゃんたちじゃなくて、お父さんとね、小さい子供がニジマスを餌で釣りに行ってるんで、それもあってちょっとビッグベイとかいるかななんて思ったけど、そんなに甘くはないと思うんですよね。まあ言うても自分の知り得るこの時期のポイントで、まあ、小さい細かい虫からビッグベイトワンチャン来るんじゃないのってところ見てみたいと思います。このまずオーバーハンドから行きましょうか。ちょっと期待できる日陰、拳行きましょう。拳初投入、どんなもんかな。オレンジ目指すな、ここだとね、しっかり目指す。このオレンジがなくなった瞬間にもう食ってんだろう。さあ、まずシェイクすると、ハサミを下に向けてブリ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 して、ピシャッと止まるとガになりますね。もう一回ピン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 、カニだな、これ。出そうだけどな、いいな。俺これ気に入ったな。可愛すぎるな。これに食いついてくるバスを見てみたい。あ、いいね。ちょっと裏返ってんな、これよく見ると。急いねえな。浅いだな。ものすごいね。こんだけ持ち上げてきちゃうからダメだよね。ダメじゃん。来い。全部来い。目的のポイントを絞れないままさまよい続けて、いいゴミ溜まりを見つけたので、これバトルホック瞬的 1.8g ベイトフィネスタックル。こういうところも打ってって、とにかく1本取れたらなっていう感じでやってきたんです。トップも出そうな感じですけどね。行ってみましょうか。うわー、今食ってた。ちょっと待って、魚ついてるわ、魚ついてる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 、今食っとた、食っとたな。うーわー、やっちゃったよ。あー、バレてる。いやー、今食われてたよ絶対に。やっちゃいました。確実に入った瞬間グググンって持ってかれて、合わせたらかかったんだけど、朝がかりでそのまま魚木の下に潜ってて、で木の枝にかかっちゃった同時に多分バレたんですね。最初のバイトであり最後のバイトになるかもしれない。あれを取れるか取れないかで変わってきちゃうんだよね、我々の一日。
まあ今日虫とか小さめの昨日一昨日あたりに出したワームプラス虫ルアーしか使ってないですね。でかい釣りは一体どこ行ったんでしょうか。行ってみましょう。さてでかいの投げてなかったですね。じゃあ行くでしょう。これ投げつつ上流まで上がってで下りながらいい美味しいところライトリグっていう戦法で行きましょうか。まだこれ投げてなかった。行きましょう。どこに行くんだよ君たちは。嫌がってるね。この下この下この下ズームすると、ここに一匹浮いてて、その奥にもさらに一匹浮いてて、で5匹ぐらいいる。この下この下はね、バスマンションです。バスアパートかもわからんけど、この下にめっちゃいる。もう一回ズームしましょうか。あれ、いなくなった。留守番、お出かけした今。あ、いた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 、やっぱいた。ここにいた。いました。で奥にも2、3匹いる。あら、ここにもいる。ここにもいる。ここにもいて、で、ここにもいる。さあ、このカバーの中にぶち込める。まあ、虫系もいいと思うんだけど、ちょっとやりたい。バウンティーフィッシュ。これでいきたいと思います。赤目が入ってきちゃったな。カメが、おお、来た来た来た、お、出てきてる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 けど、そんなにでかくないな。見に来ただけかい。そこ行ってカメが、あ、入った入った入った、でかいでかいでかい。うわ、嫌がるな。カメがね、一緒に飛び込んじゃってね。入ったらね、カメが追いかけてきてダメだ。カメがスーってきて、ワウワウワウなんてやってて、ちょっとダメだな。違うみたいだね。この魚は食わん。違う魚見つけましょう。食わね、粘ったけど。はい、続いてはこちら、ガンクラフトスプリングチャレンジで課題になってるレッソ128。ここちょっとグリグリ巻いて、まあ、ベイトライクに誘ってみようかなと思います。ワカサギとかモロコとかめっちゃ入ってるし、ベイトもいるし、行きましょう。おお、ボイルショー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 ね、今ね、今食ってきたね、こっちね、バシャバシャ鳴ったね、今ね、めっちゃボイルしてた今。おお、おっしゃおっしゃおっしゃ、わあ、止まった、目の前で止まった。今目の前でいるわ、横切らしたら止まったわ、バスの。食いに行かなかった。うわ、惜しい。今バゴーってなってルアーのバスの目の前にヒュッて止めたらキュッて止まった。やっぱセレクティブなんだな、ああいう時って。なおさらベイトに近いルアーを放らないと、やっぱ食わない、いくらボイルでも。いくらも、あ、やっぱアイスクリート合ってんな、めっちゃ。めっちゃ食いたがってるさ、このやつ。あっちでピチャ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 ベイト跳ねてて、あ、もういかにも起きそうな感じだけど、やっぱ起きたね、バゴーって。で、バゴーって起きたんだけど、目の前にルアーを横切らしてピタッと出たら、バスも一緒にピタッて止まって、惜しいなぁ。いや、あのまま走らした方が良かったのかな、止めない方が良かったんだよな、やっぱ。小魚がああやって逃げてきて、で追われてるんですよ。ちょぼ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 って走るの。後ろにバスがついて逃げて追いかけられてるんですよ。ああいうところにとっさにね、同じぐらいのベイトのね、ベイトサイズのルアーが飛び込むと、割とスイッチ入ってガーンってすぐ食っちゃう。
よ。これはハーモニカ食いっしょ。うわぁ、わりかしでけえ。ちょっと、これはハーモニカ食いだ。まだ跳ねるよ。オッケー。取った、取ったぞ。でかいやん。よっしゃー、レストバス、でかい。太かった。割と太かったっすよ。ナイスバス。そして、軽かったコンクリスト、ニューコン&ガンクラウト春の、ちょっと、虫が。ガンクラウト春のチャレンジボックス、レスト1、クリアー。でかかったっすね。証拠写真撮りましょう。あざっす。ナイスバス。ボイルの中から、やっと。